はい、どうもザ・ヌ・ダルクです。というわけで今回はコールオブデューティーブラックオプス4早速実況プレイやっていくんですけども、まだ前回のアップデートを全部紹介しきってない状態なんですが、またまたね本日アップデートが入りまして、新しくマスタークラフトが追加されました。こちらディープボイージー、なんかこう深い公開みたいな意味があるらしいですね。まあそれにちなんでかどうかわかりませんが、はい、こちらイカさんかなついてますね。これはちょっとまあ気になる系のバリアントなので、早速購入していきたいと思います。はい、購入1900円ですね。ちょっと高めというか、一応まあバンドルが8個ついてるんで、まあこれを機会に、まあまだね、新武器ゲットしてないよっていう方はぜひぜひ、まあこれのパックと一緒にね、購入していただくとお得なのかなと。まあ私はマーク2と新武器全部持ってるんで、よいしょ、今回はそこ割愛させていただいて、早速見ていきましょう。スピットファイアのマスタークラフト。はい。変わっていくスキンは、これがゲーム開始時。これ、アイアンサイド邪魔なんないのかな？はい。で、5キル目が色変わりまして、イカさんの方も、あれですね、迷彩かかってますね。さあ、10キル目。なんかマスタークラフトって言われてる割には、普通になんかこのイカさん以外は、普通のリアクティブ迷彩。はい、ということで、早速ね、こちら使っていこうかなと思います。これからもね、コールオブデューティーブラックオプス4の動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、早速、チームデスマッチやっていくんですけども、まあ、ちょっと今回の触手を見て思い出したことがあって、それこそ中学生とか、高校生ぐらいの時に、結構まあ、触手が好きだったんですよね。そう、性癖系で触手が結構好きだったんですよ。まあ、いきなり何カミングアウトしてんのっていう感じなんですが、本当にまあ、触手系の、その、なんて言うんだろうな。まあ、石間物とかあんまり興味ないんですけど、結構まあ、自分で言うのもあれなんですけど、S なんですよ。だから、リョナまで行かなくても、そっち系がだいぶタイプで、昔はめっちゃハマりましたね。ただまあ、さすがに、大人になってからは、そういった趣味もなく、アニメの見る回数もなくなり、エロゲもしなくなるっていうね。健全な人生送ってるからこそ、今、こういうカミングアウトができるんですが、昔はなんか触手好きでしたね。あれ、何なんですかね？そう、なんか、性癖で一時期歪む時ありません？うん。で、そのまま歪みっぱなしになって、それが過剰になってくると、まあ、おまわりさんのお世話になるって感じなんですが、まあ、基本はやっぱりこう、大人になる前って、その、童貞なわけじゃないですか。夜の世界わかんないわけですよ。そしたら、こう、やっぱ夢とか妄想が広がって、エロギの世界だとかそっちの方が、すぐインプットされるんですよ。ただまあ、実際大人になってみて、開いてみると、あれなんか予想と全然違うなとか、あれなんかエロギと全然違うみたいなことが起きて、実際やっぱ素に戻って、普通の性癖になるというか、また、そっち大人は大人の性癖になるんですよね。そう。だからこれ見てる方の中高生はぜひ今の性癖を大事にしてほしい。で、大人になった方はぜひコメントしてほしい。昔俺の性癖こうだったよと。けど今はさすがにこうじゃないけどねっていうその黒歴史を暴露してほしい。ということで早速使っていきましょう。はい、ということで、イカさんですね。これよく見ると、ほら、イカさんの3本目かな2本目ぐらいの足で鍵持ってるんですよ。可愛くない？ね。で、サイトがこんな感じ。普通に邪魔。さあさあ、久々のスピットさんですよ。よいしょと。まあ、スピットはそうですね。あんまり普段使わないんで。まあ、初心者でも使いやすいようなカスタマイズでやっていけたらなーと生きる。で、奥いたんで一回逃げてから。いや、さすがにそれ無理だな。オッケー、ダブルキル。で、まだ奥いるんで、よいしょと、通るんだよな。持っていけ！ナイス！いやー、さすがに、サイドから来られると無理。なんか、うにうにしてて可愛いよね。うん。なんか、触手っていうのがあんまり、なんかその嫌悪感とかないんですよね。触手とかその軟体動物キャエッチーとか気持ち悪いって感じじゃないですか。なんかねミミズとかめっちゃ可愛いんですよね。そう昔っていうか私の実家がまあ農作業やってるんで、そう結構昔からミミズさんとは仲良しごっこしてるんですよ。はっ、あーちょっと盤のところ結構いるんで、よいしょ、このまま回り回って腰打ちから失礼させていただく。ダブルキルで、さすがにオッケー、トリプルキル。まだ湧いてきてんな。めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。さあ、ちょっと UAV 出してからの RC オンライン。そこでーす。美味しい。やっぱSMG と RC の相性めっちゃいいよね。さあ、手前カットする。で、角待ちしてから。さあ、ちょっと金武士炊いていきましょう。金武士オンライン。結構敵さんが引いて削るというか、イモってる感じなんで、私もイモりたいところ。RC かー。よいしょ。アサルトパック。いた。後ろからスルーするぞ。さあ、ちょっと敵のリスポーンわかんないんで、このままアウトライダーで、パワーオブパワーで押していきましょう。敵さんいますか？全然おらへんやないかい。おった。そこです。そこです。ナイス。ダブルキル。からの、よいしょと刺して、爆殺。ふっ。そこです。オッケー。で、さすがにリスポーンまだ後ろ湧いてくると思うんで、バッチリと、抜いて、いきま、しょい。オッケー。美味しいっすね。ほっ。オッケー。めっちゃキルしたね。やばくない？いや、もうずっとアウトロー使ってるんで、よいしょ。リスポーンさえ分かったらだいぶ無敵っすね、あの武器。そう、大マシンよりも飛距離あるんで、
なんかアウトロー使いにくいとか弱いとか言ってる方いますが、ぜひね、まあ、使い慣れるまでやってほしいですね。まあ、どのマップでも無難に輝くから、本当にそういったところ汎用性はある。やっぱ実況者って、まあ、実況者って言い方したらあれなんですけども、まあ、普通にどのマップでも安定性出さないと、まあ、動画撮れないんですよね。あんまり保険、爆地打てないんで、もうどのマップでもとりあえず安全安牌な立ち回り、スコーストスペシャリストっていうのが求められるんで、そういったところ、アウトライダーはマジででかい。実況者向け。さあ、UAV 出して、さあ、どうしようかな。味方がヘルスト焚いてくれたんで、やばそう。味方それセンター頼む。やった？あ、色変わってんね。ほら。待って、いや、ちょっとごめん。まあ、勝ち試合だからちょっと満身は許してほしい。はい、ということで、一番最大まで行ってますね。光ってますね。これ、よく見たら、レーザーサイトのところ、ほら、魚雷かなこれ。なんか、爆弾っぽいのついてるよね。ちょっと魚雷系とか詳しくないんであれなんですが、多分魚雷だよな。そっ。ああね。ほい！オッケー。けどなんか青色っていうか、なんかこのカラーリングで触手つかれると、エッチだね。白濁液だったらもう完全アウトだったけど、まあ、カラーリング的にちょっと水色でもアウトかな。負けるんかーい。よいしょっと。いたね。こんにちは。で、深い。上から。ちょっとここで待っとこっか。顔出せー。いた。オッケー。よいしょ、タック5兄貴カット。体力で爆上げしていても勝てるんです。少し打ち失礼。多分ここで角待ちしとったら枯れるんじゃないかな。案の定来たわ。いや、待って、そこ上？あー、タイタンサーマルやばいやつおるな。壁抜き反応なし。やばそう。いた。こんにちは。で、一回リロード入れて、上いるんだよね、これ。お前待ってろ、絶対狩るから。は？どこ行ったあいつ？すれ違い通信してるやつ。今度 Y がちょっと芋ってるパターンですね。よいしょと、しっかりと中距離抜いて、上いる。オッケー、ナイス。さあさあ、アウトライダーを上から射出させていただきたいところ。顔出せ。いた。おいしい。はい、ということで、割と試合早く終わりましたね。そんなになんかこう、バリバリで少しと攻めてる感じではなかったんですけども、まあ、しっかりとね、スピットファイアならではの前線押しができて、まあ、安定したスコアだったと。まあ、個人的にアウトライダーのほとんど全員抜きはやばかったね。さあ、ラストキルカムありがとうございます。では、早速、Cサイドのチームデスマッチやっていきたいと思います。使っていくカスタムちょっと変えまして、アイアンサイト持ってきました。はい。まあ、こんな形ですね。まあ、やっぱりマスタークラフトであれば、アイアンサイト気になるところ。ただま、ちょっと大きな変化はないと。まあ、強いて言うのであれば、普通に右斜め、上の、まあ、タコさんの顔が邪魔かなと。はい。いうことでやっていきましょう。で、あとこれ気づいたことがあって、まあ、先ほどこれ左のやつ鍵って言いましたが、どうやらパイプでしたね。はい。こんにちは。ナイスカット。さすがに敵さん強そうですね。ナイスカット。ダブルキルコース。で、一回リロード入れて回復もしつつ。いた。ちょっと当てたんだけど、なんでそっちの方が強いの？壁抜きか。完全に体隠したから回線やべえなと思ったけど、壁抜きでやられてましたね。壁抜きがあれ恋だったら神エイムなんですけど、おそらくずれて壁抜きだったので、ちょっとマドックスパイセンは狩らせていただこう。ここ耐えておいて、よいしょ、ナイス。さあさあ、こっちからちょっと回り回って、ダブルキルやりますね。で、多分一気に湧いてくると思うんで、そこに RCX3。で、後ろから来るやつに、スピットファイヤー。おったおったおった。こんにちは。で、真下から来るやつカットする。待ってそう。オッケー。下手な待ち方勝てるんです。さあ、カウンター UAV 出していきましょう。いアイアンサイトの方が好きかな。いい。だ。こんにちは。正面の打ち合い勝てるんです。一回リロードオンライン。ここに立てたいとこっか。よいしょっと。さあ、来い。待って、角待ち。よく気づいた、俺。ダブルキル。ほっ。無理か。いた。こんにちは。ナイスカット。で、一回リロード入れて。とりあえず、UAV 出していきましょう。UAV オンライン。で、なるほど。シャドウブレードいるよ、そこ、兄貴。大丈夫、いける。ナイスカット。やっぱ、シャドウブレードきついよな。あ、やばそう。いやー、それ、大丈夫、いける？多分、イモってますね、ここ。こんにちは。は？ジャケつけてる？だと。いるね。一枚、ダブル切り目ちょっと無理したくないんで、一回下がってから、ここに、よいしょ、耐えておきましょう。は？ふーん。キムシ出していきましょう。なんか、敵さん、あんま突ってこないっすね。あー、スレッシャーか。まあ、そんな強くないけど、一応出しとこっか。よいしょ、出していきましょう。スレッシャー。オッケー、ナイス。で、一回リロード入れてから、ナイス、スレッシャーキル。ダブルキル。さあ、味方カバーください。オッケー。盾、オンライン。いるな。こんにちは。1キル。で、多分センターいるんで、よいしょ、こっちから回り回って。いやー、どっかはけたな。右いるね。
この仕打ちから失礼する。いた、こんにちは。は、お前マジかよ。これ絶対美味しいやつっしょ。めっちゃ光ってんね、君。リロード入れて。有刺鉄線の前に君を殺す。オッケー。はい、ということで、6000ダメージいきましたね。まあ、そんなにかっこよさはないんですけども、まあ、僕みたいに、聖域で触手が大好きな方は、ぜひぜひ、こちら使ってみてください。これからもね、コールオブデューティー、ブラックオプス4の最新情報を上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。